皆さんおはようございます。ゴスペルアワー、聖書からのラブレターのお時間です。この番組は皆さんが一日のスタートから祝福に満ちた良い一日になるように、恵みあふれる聖書の言葉とメッセージをゴスペルソングとともにお送りする時間です。さあ、今日も皆様がいい仕事ができますように、平和に満ちた一日でありますように。この朝のひととき、ゴスペルアワーを聞きながらお仕事の準備をしましょう。あなたの人生に輝きを、たくさんの仲間に出会える場所、人生の喜びを発見できる場所、それがベタニアチャーチです。苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。イエス・キリストはあなたを愛しています。電話番号 098-988-4782、 沖縄ベタニアチャーチ。世界のベストセラー聖書、それは神様からのあなたへのラブレターです。私の目にはあなたは高価でたっとい、私はあなたを愛している。イザヤ書43章4節。さあ、今日の聖書の言葉を聞いていきましょう。詩編92編賛歌、安息日のための歌。主に感謝するのは良いことです。意図高き方よ、あなたの皆に褒め歌を歌うことは、朝にあなたの恵みを、夜ごとにあなたの真実を言い表すことは、10弦のことや6弦のこと、それに縦ごとによる絶えなる調べに合わせて。主よ、あなたはあなたのなさったことで私を喜ばせてくださいましたから、私はあなたの御手の技を喜び歌います。主よ、あなたの御業はなんと大きいことでしょう。あなたの御計らいはいとも深いのです。間抜け者は知らず、愚か者にはこれがわかりません。悪者どもが青草のように燃え出ようと、不法を行う者どもが皆栄えようと、それは彼らが永遠に滅ぼされるためです。しかし主よ、あなたはとこしえに意図高きところにおられます。おう主よ、今あなたの敵が、今あなたの敵が滅びます。不法を行う者どもが皆、散らされるのです。しかし、あなたは私の角を、野牛の角のように高く上げ、私に新しい油を注がれました。私の目は私を待ち伏せている者どもを見下し、私の耳は私に立ち向かう悪人どもの悲鳴を聞きます。正しい者は、夏目ヤシの木のように栄え、レバノンの杉のように育ちます。彼らは主の家に植えられ、私たちの神の大庭で栄えます。彼らは年老いてもなお実を実らせ、みずみずしく覆い茂っていましょう。こうして彼らは主の正しいことを告げましょう。主は我が岩、主には不正がありません。アーメン。ゴスペルアワー、聖書からのラブレター。松本千春さんの曲で、ソングオフソングス、どうぞお聴きください。
My beautiful one, come with me. The winter is past, rains are over and gone. Arise, my darling, my beautiful one. My beautiful one, come with me. The winter is past, rains are over and gone. Arise, my darling, my beautiful one.
ここからは恵みあふれる聖書からのラブレター、グッドニュースをお届けします。今日のグッドニュース、こんにちは。読谷インターナショナルチャーチ永山千佳子です。私のこれまでの証をさせていただきます。私は沖縄戦争後、沖縄兵としてアメリカから来た父と沖縄生まれの母の間に私生児として生まれました。父の名前も顔も知らず母子家庭で育ちました。母は障害を持っていて体が弱くて、幼い頃から母の介護を私はしていました。母は一代目のクリスチャンです。それは母が私を身ごもっていた時に自殺をしようとして、その場所を求めて歩いていた時にある御言葉を見つけました。それは、すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。私自身も肺炎や事故で何度も死にかけたことがあり、一度は心臓も止まりました。でも神様と母との取りなしが天に届き、私は息を吹き返すことができました。神様の許しなしでは死んでも蘇らせるからです。私が11歳の夏、母は病でこの世を去っていきました。戦争孤児のように母を亡くし、その後の半年間は母方の叔父の家で私は生活していました。そして中学1年生の5月、養護施設に入りました。18歳まで6年間暮らしていました。私はクリスマスや家族で祝うイベントごとが大嫌いでした。それはいつも孤独に囚われていたからです。30代から40代前半、私に闇が襲い、うつ病で働けず、家に引きこもりの毎日を過ごしていました。過去に DV にあった経験があり、人の足音、ドアのノック、携帯の着信音、人の足音にさえも怯える毎日を過ごしていました。毎日、夜になっても電気もつけず、世間との接点をすべてシャットアウトしていました。そんなある日、繊維筋痛症という病が私を襲い、体中が痛く、硬直し、寝返りや一人で起きることもだんだんと厳しくなり、歩行も杖をついて歩くことがやっとの状態になって、やむなくヘルパーに助けを求める日々でした。数年前のある日、私は薬を多量に飲み、自殺未遂をし、そのまま精神病に入りました。それは強制入院となり、監視室に入りました。この部屋はトイレさえも丸見えな部屋でした。私は奥の方へ行き、自分のしてしまったことに後悔し、泣きながら神様に悔い改めました。そしてこの悔い改めの祈りが、いつの間にか賛美へと変わっていました。部屋の奥から、いつの間にか部屋の真ん中に行き、神様へに悔い改めの祈りから賛美へと変わっていました。そして、喜びでいっぱいになり、不安や恐れがなくなり、平安へと変わっていきました。平安から喜びへと変わっていきました。背中に視線を感じ、振り向くと、看護師や患者たちが私を窓越しに見ていました。でも、他人の目を気にせず、私は神様に賛美を捧げていました。両手を上げ、賛美を捧げていました。私には家族がいなかったので、教会へ電話し、翌日、教会から3名の人が私に面会に来てくれましたが、家族ではないため、面会はできませんでした。後から看護師さんから
教会から3名の方が来ていたと教えてもらいました。精神科に入院して3日後、私は退院することができました。この3日という数字は、イエス・キリストが十字架にかかり、蘇ったその翌日、蘇りの3日目と私は感じました。私にとっては特別な日でした。そして、2018年、私は1年間、毎朝神様と共に祈りの日々でした。そんな時気づきました。私自身が病を握っていたと、孤独感を握っていたことに気づきました。そして神様に祈りました。主よ、私はもう十分に苦しみました。私にこの病も、貧困も、孤独感も必要ないです。私は手放します。神様に明け渡します。主よ、癒されたら私は神様のために私の人生を捧げますと、それからというもの、私の中にどんどん癒されていき、孤独感も悲しみもの感情もすべてなくなりました。もう私は孤児ではない。神様は私を見捨てない。私は神様に特別に愛されていると、このように今は自信を持って言えます。私がこんな悲しみをすべて負っていたことから解放された私だから言えます。このような苦しみからも神様の愛によって癒され解放することができるのです。神様に不可能なことは何一つないからです。神様からの癒しと解放は一時的なものではありません。この世のものは一時的ですが、神様のものは永遠なのです。なぜなら、イエス・キリストは今も生きている唯一の神様だからです。イエス・キリストは今も、そして明日も、これから先も、私の中に、そして皆さんの中に生きているからです。イエス・キリストは私のそばに今もおられます。アーメン。私の証は終わります。グッドニュースはいかがでしたか？次は千春松本さんの曲で詩編133編1節。どうぞお聞きください。Yeah.
ゴスペルアワー聖書からのラブレターはいかがでしたでしょうか。沖縄ベタニアチャーチはあなたの心の悩み、耳鳴り、不眠症、原因不明の痛み、肉体の病、また霊的な相談を受け付けております。問題でお悩みの方は那覇市あけぼの 3-6-24 沖縄ベタニアチャーチまでお越しください。またベタニアチャーチでは毎週日曜日朝10時から礼拝を行っています。祈り会は毎週水曜日午後7時半から行っています。どなたでも参加できますので、ぜひいらしてください。沖縄ベタニアチャーチは那覇市あけぼの 3-6-24 電話番号 098-988-4782 ファクシミリ 098-988-4787 また沖縄ベタニアチャーチのホームページからメールで質問や相談も受けたまっていますので、お気軽にご連絡ください。ゴスペルアワー聖書からのラブレターは毎朝放送しています。また明日同じ時間にお会いしましょう。